要は今、あったかいところに入れてるわけなんですよね。で、要はあったかい空間を作ってほしいんですよ、はい、で発泡スチロールの箱をちょっと買ってもらって、でその中に鳥かごが入るような、うん、あの状況にしてほしいんですね。ホームセンターですね。そう、ホームセンター、うん、でこう、これが例えば発泡スチロールの箱だとするじゃないですか、はい、で鳥かごはちっちゃい鳥かごね、あんまり大きいとさ保温しにくいから、でこの中に鳥かごを入れると、はい、ちょっとこれもっとギリギリでいいんですけどね、で中が見えないと困るから、うん、一箇所だけ どこでもいいか、うん、ここでもいいや、くり抜いて、はい、窓作る、はい、でここにこれもあのホームセンターで500円ぐらいで売ってるんですけど、ここにあのアクリルボード、はい、透明の中が見えるような状態にして、でこの見えるところに、はい、あの温度計、はい、温度湿度計を置いてもらって、うん、であと空気穴を10個ぐらい、ちっちゃな穴ね、大きな穴開けちゃうとあったかいのが逃げちゃうから、でこれだけでも夏場は、まあ、この中できれば30度ぐらいにして、湿度が 40% ぐらい干すぐらいにしたいんですけど、夏だったらこれでもあったかくなるけど、今ちょっと寒いから、この鳥かごとあの間にさ、カペタの、犬の座布団、うん、ペットヒーターとか、それからそういうことを使い捨て帰るでもいいし、でそうやって入れて上もパチッと蓋してもらうと、多分30度越すと思うんですよ。30から33度ぐらいになってる、こういう環境を作ってください。ね、それでだけど湿度が、あ、湿度ね、そう、あのもし測って40切るんだ、明らかに切っちゃうんだったら、ちょっと湿ったタオルとか、うん、なんかちょっと湿気のあるものを置いてもらうという、そうそう、こういう簡易保育器をね、ちょっとね、はい、作ってほしい、はい、で、ただね、ご飯全然、見てたら食べません、食べないんですよ。で、羽切らさせてもらったんだけど、はい、まあ、なかなか食べないですわ、それであと、はい、この患者さんが作ってくれたね、はい、こういうのをちょっと動画で載せてるんで、はい、参考にしてほしいなと思って、はい、ここの YouTube の、はい、再生リストの、小鳥のところですね、小鳥は下から2番目か、はい、の、最初は喋ってるところだから、こういうの、はい、ちょっとこれコマーシャルが流れてきたので、ごめんなさいね、はい、これはこんな感じでね、これがあると一番いいんだけど、まあ、もっとあの真四角のやつが、真四角じゃないけど、あのあれが入ればいいですよね。ただお預かりしてるやつがさ、ちょっとここが高さが高いから、だからあれが入るやつにしてもらうか、もしくはあのもうちょっと今入院してるぐらいのちっちゃいカゴの方がいいかも、うん、これを買った方がこれに収まると思う。だからこれもそう、今うちで使ってるのと同じようなサイズなんだけど、あんまりこう高さがあると発泡スチロール探すのが大変かなと思うんで、まあ今のあるやつがね、入ればいい、入れば別にそれでいいんですけどもね、と思うんです。でそう、どこまでだからかさ、ここで治療するかなんですよ、こうなってくると。昨日なんか3日ぐらいとおっしゃってたでしょ、うんうん、だからまあ3日って明日なんですよね、うん、まあちょっと明日までできる限りのことやりますんで、こちらで、うん、であとお薬ね、うん、出して、それで1回さ、あったかいところで家でちょっと見てみてください、うん、ちょっと危ないとは思うんですけど、というところかな。今日で明日は日曜日ですよね、うん、だからもし退院するとしたら、うん、お昼ぐらい、うん、明日午前中10時から11時までちょっと外来やってるから、うん、11時、はい、じゃあ手術、手術、うん、なん、咳取り、あー、誰だっけ、ランマルか、うん、わかりました。まあじゃあ11時ぐらい、11時過ぎぐらいに、うんうんうん、あのそれまでにあれですね、そう、今日だからちょっとこれ作る、どっかで、
ベッドになってたのか。名東区の自由方向なんですけど。どうなってるんですか。乗り物は何で。今地下鉄で行ってます。高速機関だと難しいね。あっち、あそこにありますよね、あの谷口、うん、あ、あっちのあそこまで行くね、デポのところ、コーナー、こっちの方行ったら、この辺はないですもんね。あそこ、セームドリの館長の右に行くと、左側にあの、なんだっけ、ホームセンターあります、あの歩ける距離じゃない、コーナーの方があるかな、こっちの方はちょっとちっちゃいからさ、うん、なんだったっけ、あそこの川ハードの手前のとこ。でも歩けない距離ならあっちの川。あそこはカーマ。カーマは、うん、自体は大きいんだけど、あそこにあるカーマはそんなに大きくないから、うん、なんか発泡酒の箱売ってなかったような気がするんで、こうなるのがあるような気がしますね。だから、うん、あの、はい、だからちょっとこの簡易保育器をね、はい、ちょっとで買ってきたらもう。鳥かご入れて、うん、穴開けて、うん、でもう温めてくださいね、鳥いなくても、はい、それで実際何度になるか、はい、ちょっと30度超すようにちょっと工夫してほしいんですよ、はい、明日の11時ぐらいに来てください、はい、箱持ってきてくださいね、はい、だからあのヒーターだとコードがないと使えないから使い捨て回路を入れてもらえるそれに入れて帰る感じ、ね、そうですそうです、はい、じゃあちょっと